発見、長野ヒストリア。今回ご紹介するのは、長野市東の門町にある藤田九右衛門商店。大正時代の古民家をリノベーションして鯉焼きを販売しています。自家製の花豆を使用したあんが入った鯉焼き、たるみは地元の方に愛されているだけでなく、観光客のお土産としても大人気。お店をオープンする前は10年以上空き家の状態でした。大正時代の建物の趣を残しつつ、店主藤田さんのラフスケッチをもとに匠が改装。入り口にあるロケットストーブは店主のこだわりの設備です。2階は最大10名まで入れる完全予約制の喫茶室。天井にはお店に関わりのある企業の版画広告が敷き詰められ、目でも楽しめるしつらえです。美味しい鯉焼きを食べながら和の風情と情緒を楽しみませんか？